皆さんこんにちは、ミライキッチンのミライです。今日はエビチャーハンを作ってみたいと思います。皆さんはパラパラ系としっとり系どっちがお好みでしょうか？私はしっとり系なんですが、寝返る可能性もあるかもしれません。今日の作業はこちらです。今日の作業工程は6つになります。1、玉ねぎをみじん切りにする。2、エビの殻と背わたを取る。3、エビを洗う。4、エビを切る。5、卵を割っておく。6、調理する。では早速作っていきます。まずは玉ねぎをみじん切りにします。切り方はいろいろあると思うんですが、今日はこんな感じですね。大きさはお好みですが、今日はこんな感じですね。次はエビの殻を剥きます。今日はバナメイエビを用意しました。皆さん、ブラックタイガーとの違いってご存知ですか？どちらも車エビの仲間なんですけども、バナメイエビは見た目の色が薄くてプリプリした食感で、スーパーで見かけるエビはほとんどがこれだと思います。一方でブラックタイガーは見た目が黒っぽくてブリンブリンの食感で、旨味がより強いとされています。お値段も少々高めですかね。大きさも30センチ以上になるらしくて、牛エビとかシータイガーという名前で流通しています。国内でも取れるそうなんですけど、水揚げ量は少ないみたいですね。もし両方売ってたら食べ比べても面白いと思います。次は背わたを取ります。ポイントとしては、尻尾の先から一節目を爪楊枝で刺して、指の腹で押さえながら引っ張る感じですね。もし失敗しても次の節で必ず取ってあげましょう。はい、こんな感じですね。次はエビを洗います。塩、片栗粉、水を加えて揉むように洗うんですが、この工程は冷凍エビの臭みを抜くためのものなので、エビが新鮮な場合は必要ないと思います。はい、汚れが取れたら水洗いをして水気をしっかり切りましょう。次は飾り用のエビを2尾外しておいて、残りを切ります。大きさはお好みでいいと思います。はい、こんな感じですね。卵は先に割っておいた方が殻が入らないので失敗しにくいと思います。今日の卵は小さいので2つ使用しますが、大きければ1つでいいと思います。ご飯は炊きたてを準備しました。いつもより固めに炊いてあります。では調理します。サラダ油を敷いて、おろしニンニクを入れて香りを出します。火加減は中火から強火の間ですね。香りが出てきましたらエビを加えます。エビが7割ほど火が入りましたら玉ねぎを加えます。玉ねぎはさっと炒めるだけでいいと思います。ここからがポイントです。卵を入れたらすぐにご飯を入れてよく混ぜましょう。ここからは1分1秒を争います。しっかり混ざりましたら軽く塩コショウします。さらに混ぜたら、ソーミシャンタン、エビつゆ、ネギを入れてさらに混ぜます。余談なんですが、チャーハンと焼き飯の違いってご存知ですか？先に卵を炒めてからご飯を入れるのがチャーハンで、ご飯を炒めてから卵を入れるのが焼き飯なんだそうです。と言ってる間に美味しそうにできました。
飾りのエビを乗せてエビチャーハンの完成です。美味しそうにできましたね。それでは早速いただいてみたいと思います。熱々でうまそう。ではいただきます。うん、エビがプリプリとして美味しいですね。とってもシンプルなんですが大成功だと思います。皆さんもぜひ試してみてください。ということでこの動画は以上になります。ご視聴いただきありがとうございました。バイバイ。